はい、どうもこんにちは、笠原です。酒井です。今日はあると便利なグッズ紹介ということで、こちらのお留守番フィーダーをご紹介していきたいと思います。こういう時ってあると思うんですけれども、お仕事で決まった時間に食事を与えることができなかったり、あとは1日3食与えてるんだけどお昼どうしても外せない用事ができてしまったり、あとは今までもこういうダイヤル式のお留守番フィーダーみたいなものを使っていたんだけれど、ワンちゃんが自分で回して開けてしまう、勝手に食べてしまう、あとは朝早くにワンちゃんが食事を要求して吠えてしまう、こういうケース、非常にこの商品使い勝手がいいです。お留守番フィーダーっていう商品名で、フィーダーっていうのはね、給食器っていうような意味ですけど、お留守番の時でも与えることができる給食器ということですね。そうですね。で、この商品はね、2食分あるんで、こう1つだけ開くこともできるし、2つ同時に開くこともできるし、1つ1つの時間帯を変えて開けることもできるんですけど、簡単に設定ができるっていうところがすごい特徴かなと思うんですよね。もう本当に電池入れて回すだけ、ね、そうなんですよ、ダイヤルがこう30分ごとにね設定ができるようになってて、もう本当にダイヤルを回すだけで、あとはその時間が来るのを待って開くだけっていう感じになってるんですよね。結構硬いんだよね、このダイヤル、そうですね。だから多分ワンちゃんも自分でこう回したりってことが難しいでしょうね。実際にこう蓋を開けるとこんな感じで、こっちも開けますかね、はい、2食分ですね、はい、容器があるんですけど、大体1つのスペースで 190g ぐらいですかね。そうそうそう、はい、なのでまあ2つ分で倍の 380g くらいは入りますよっていうことなんですけれど、中型大型犬の1日分の食事量くらいは十分収まるのかなと思います。このトレイはね、こう取り外しができるので、もうこれだけ簡単に洗うっていうこともできますので、結構これ便利ですよね。一応食器洗い機、食洗機とかでも対応可能ということで、お手を煩わせることもそんなにないですね。こういうものあったらいいなって思ってる方、多分いらっしゃるかなと思うんですよ。ご存じないっていう方もいっぱいいるんじゃないかなっていうことで、今日この商品紹介をさせていただいてるっていう経緯もあるんですけど、もうどうしても今日はね外せない用事があって、帰りが遅くなるっていう時でも、こうワンちゃんはいつも6時とか7時にご飯もらってるのに、今日はなんで全然ご飯出てこないんだろうとか、そうだね、いつか帰ってくるんだろうみたいな中で飼い主さんも不安になっちゃう、こともあると思うんですよね。そうだね、やっぱそこはね、やっぱり人と犬っていう種族の違いが、言葉通じないから、ごめん今日は1時間遅れるんやって言っても、みたいな伝わらないんでねそこはやっぱりね、できる限り対応してあげた方がいいケースもありますよね。ワンちゃんがねお腹を空かせることがないようにっていうところもそうなんですけど、個人的には飼い主さんの罪悪感を減らすっていうのも結構なメリットかなと思ってますね。そうだね、仕事に集中できませんとか、ワンちゃんが気になってしょうがありませんっていうことは、こういったものを使えば減らすことはできるのかなと思います。あとはね、この下に滑り止めもねしっかりついてますし、単三電池1本だけで動くので、コードがいらないっていうのがいいですね。コードいらないのは大きいよね、やっぱりワンちゃんも猫ちゃんもコードあったら切る切るってかじっちゃうっていう子多いのでね、いたずらしたりとか、あと場所もやっぱり限定されてしまうので、こういう電池1本で動くっていうのはすごくいいポイントだと思います。トレイが2つ分かれてるっていうのもすごくおすすめポイントで、一泊ホテルに預けるほどじゃないんだけど、ちょっと留守番長くなるよなっていう時ってね結構あると思うんで、そういう時に2食分がすごくちょうどいいので、よくね1リッター分ぐらい入る、1キロ分ぐらいのフードが入るこういうフィーダーってあると思うんですよね。そこまでいらないんだよなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。結構大きくなるしね。そうそうそう、場所も取るし、そもそも値段もやっぱり結構しますんで、そこまではいらないんだよなっていう、ほんと1食2食分だけでいいっていう人、そうだね、手軽さっていう意味ではこのくらいがちょうどいいっていう感じかもしれないね。はい、ということで今日はこちらのお留守番フィーダーをご紹介させていただきました。2つフィーダーがあるから、片方ご飯片方おやつとか、そういう使い方もありだよね。そうですね、確かに、より飼い主さんの罪悪感も減ると思いますね。もうどんどん罪悪感減らしていきましょうそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。